もう今日の僕全然違って聞こえると思いますよ。変な話、喋りにかなりスーパーウーファーで重低音の方は強化して喋ってますんで、あのサラウンドスピーカー買わせてもらいました。あのね、火曜日も起きてすぐね、あの AD のね柳沢君にね、あの付き合ってもらってね、ビッグカメラ行ったんですよ。それでね、サラウンドビッグサラウンドスピーカー館に行きました。あのまず最初行ったのがビッグ右前のスピーカー館にまず行って右前を買いですよ。次左後ろ館に行って左後ろを買いですよ。その後に、左前館の方に場所を移して、で、ここで左前、それぞれポイントカード別ですからそれでいてまた右後ろ館の方に行ってっていう感じ買い方をしたんですけどもね。まあ、スーパーウーファー館の方は、確か知床にあるということでなかなか行きづらかったんですけど、まあそんなことで買ったんですけど、行ったんですよ。有楽町のビッグカメラ行ったんですけど、行ってまたこの時のね AD 柳沢君の態度はすっごく悪かった。ひどいんですよ。要するに僕はあんまそういう音のこととかわからないですから、一応その AD の柳沢君がこの番組ある程度音を担当してる人ですから、音のことだったら知ってると思うじゃないですか。ある程度敬意を払って、このいろいろもうその何あのサラウンドスピーカー売り場にはもう各種のサラウンドスピーカーがもう色とりどりのサラウンドスピーカーがあるわけですよ。でそれでいてこのうちどれあたりがいいのかなみたいな話をするじゃないですか。こっちは分かんねえから、一応あのどれあたりがいいのかなっていうと、大体あいつが指さすのはなんかちっちゃい、どなんかもう あれは中学校の入学以来クラスのやつですよ。それをまだチンゲが生えたか生えないかサラウンドですよ。それが要するにもうカビかなチンゲかなサラウンドを指さして、言い方が俺とかの部屋だとこれでいいのかなって言うと、あ、伊集院さんの部屋ならならムカつくでしょ、ねえねえ、なら、もしくは伊集院さんならならこれでいいんじゃないですかっていう、僕ぐらいの専門家はこれはダメですけれども、伊集院さんならば、よちよち歩きならば、ねえ、6回うんこ漏らしならば全然それでいいんじゃないですかみたいな感じなんですよ。でまたそれがね、全部 DVD プレイヤーと揃いで全部入れて、DVD プレイヤー込みで、はい、6万円ぐらいみたいなやつから、あとなんか分かんないけど、お前はそれで何をしてくれるんだよっていうようなのまであるんですよ。なんか平気でスピーカー1本30万とかそんなのまであるわけですよ。でそのまた刻みで細かいなんか変わるのがあって、でそれならがムカつくから、じゃあその1個上のやつみたいな言うじゃん、なんか 10万ぐらいのやつ見て、これだったらどうかなとかって言うと、なんかこのスピーカーに対してこのアンプだとちょっと出力がどうかとは思いますけどいいんじゃないですかって、よくねえだろそれ、それ絶対なんかものすごいものすごい引っかかってんだろ、ものすごいすごい引っかかってんじゃん、田中君のことは好きだけれどももっといい人が見つかるんじゃないですかと同じだろ、それはと同じだろ、それと同じだろ、小松優子だろ、中2の時の小松優子の発言だろそれで、もしくはそれでもうなんかやってるうちにさ、だん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 分かんなくなっちゃってきちゃってさ、なんかもうそのサラウンドスピーカーとは何かっていうことがだんだん分かんなくなってきてさ、で結局さ、もうバカにされるの嫌だ、どうせもう、要するに今まで僕のことを要するにみんな揃ってバカにしてたのは知ってるんですよ。あいつの家にはサラウンドがないと、でタレントさんにもかかわらずサラウンドスピーカーがないタイプのタレントさんですよね、いわゆるっていうあれですよね、 S なしですよねっていう S なしの伊集院さんですよねっていう感じになってたわけですよ、ずっとね。でこうあのホリプロからプロフィール取り寄せて、持ち物の欄にサラウンドスピーカーなしなしね、なしなりの対応だねっていう感じをしてたと思うんですよ。だからあの俺の体のどこを見ても 5.1 と書いてないとそういうことに対してかなりあの来てたってのは分かったので、ここは舐められちゃいけねえと思って、13万ぐらいのやつ今度ターゲットして、13万のサラウンドスピーカーをこれだったら文句はねえだろうと思って言ったら、またなんかこうあの AD の柳沢がまたなんかさ、いいんですかみたいなこと言うの、こんなの買っちゃっていいんですかみたいなこと言われて、あっ頭きて、もう売却してでも買ってやると、もう血を売ってでも買ってやると思って、した次に店員さんが来て、店員さんにあのちょっとさらっちゃおうかなっていうことになって、いや今までもいやもちろんサラウンドなんですけども、よりサラウンドっていう感じの
まあ生き方もなんかライフスタイルとしてありかなと思って今日はまあ訪れた次第でございますけども、とでこのザランド全部で13万ぐらいのザランドスピーカーとこのアンプのセットはいかがなもんでしょうかって言ったら、なんかまたあいつもあいつでなんかうまいんだよな、なんかあいつもなんかこのタイプですとこういう風な使い方をするのには申し分ないですけれども、映画もクラシックもっていうような聞き方をなさる場合ですと、もう一個上の方がいいんじゃないですかみたいな感じになるわけですよね。僕は皆さん知ってる通りクラシックが大好きっていうまあもともとギャグオペラっていう音楽バタのね、もう自分で言いたくないこと言うんじゃねえね、そういうバタの人間だから、そう言われちゃうと、なんつってるうちにさ結局18万ぐらいのスピーカーになったさ。でその最初の予定では20万ぐらいまでは一応用意はしていったんだけど、全部使うつもりとかないですよ。20万にはプロジェクト X の DVD ボックスも買った上での20万だからね、俺だから DVD プレイヤーもプロジェクト X のDVD ボックスも買いの、サラウンドも買いのですよ、それから家も買いのですよ、でダイヤモンドリング2つ買いのですよ、だから老後のために、生命保険に4件入りののその20万なのかわらず、もうなんかスピーカーだけで18万ですよ。でさらに最後の一押しで重低音用のなんかこうスーパーウーファーみたいなやつが、今これセットのやつでも十分ですけれども、と十分なんですけれども、いわゆるこう戦争映画とか、あと宇宙系の対戦ものみたいなやつとかの重低音結構大盛りのやつ、黒くて大盛りな感じのやつが お好みでしたらば、もう一個上のスーパーウーファーの方がいいんじゃないですかみたいな話でしたら、またトントン叩いて、これがもうこれでちょうど消費税込みで20万ぐらいの、もうすごくちょうどいい感じの、あこれちょうどいいみたいな、もうそれわかんねえのが、またそれを AD の柳さんも一緒になって、ああちょうどいいって言ってるんだよ、もうすでお前誰の店員だよ、どこの店員なんだお前は。それでもうしょうがない、20万の買ったさ、だけどこの段階で DVD プレイヤーついてない、 DVD プレイヤーは買ってないわけ、スピーカーとアンプだけじゃないですか。でも俺はまあこれに XBOX をつなげばとりあえずはいいんじゃねえかみたいなことになったんです。俺の中で XBOX と PS2 があるからつなげばみたいなことを話を考えていたら、また AD の柳沢君が帰り際に、このこれに見合ったような DVD プレイヤーってなると相当上のもんですよみたいな話になるわけですよ。絶対あいつねポイントバックされてるって、絶対できてるって、お前ビッグカメラとできてんだろどう考えたって、あの進め方どう考えても、あ俺はなんかもうあれですよ、何は金融道で言うと俺型にはめられた感じですよさあ型にはめられたなっていう感じですよ。これで DVD の売り場行ったもまたで、また先週さファックスもらったらさ、ファックスとカナが教えてって言ったらさ、 DVD プレイヤーはプログレッシブ再生機能がついてるやつの方が綺麗ですみたいなことを書いてくれる、割とそういう機械好きな人がいたわけですよ、マシン面がいて、それでそれが教えてくれたから、プログレッシブ再生とかそういうのを聞いてた、また DVD プレイヤーも高いことになってるわけですよ。一番安い DVD プレイヤーはもちろん別に俺はその XBOX だろうがプレステ2でもいいんですけど、その辺を抜いても一番安いやつはなんかパッてこうスイッチ入れると日本語と韓国語が選べるんですけれども、その類のやつでも1万9000円とか DVD プレイヤー全然あるんですけど、なんかなんなんその1万9000円の DVD プレイヤーと一番上の DVD プレイヤーは30万の DVD プレイヤーとかあるでしょ、その差はなんだっていうの、俺に言わせればその差が、でそのプログレッシブ再生機能がついてるやつはまあその 1、2万のやつよりちょっと高い5、6万ぐらいのクラスなんですよ。で大体その価格帯はその2万円5、6万、1、2万、5、6万、30万みたいな一気な飛び方してるんですよ。それでかなり横から AD の柳沢君がもうね、キャンペーン中だから横のところでこういうの聞いたらこといいんだろうなみたいな、こういうの見たらすげえんだろうなみたいな、もうこれは聞けねえと、もうこれは聞けねえと、でもそれでも8万ぐらいする DVD プレイヤー買ったよ。なんかねDVD オーディオっていう DVD なんだけど映像出なくてその音のすげえのやつ、すげえやつとスーパーオーディオ CD とかって普通の CD よりも全然音のいい CD も聞けますみたいな買ったんですよ。でこれはもうしょうがない、もう渡りに船、もういや乗りかかった船だからしょうがないから DVD そのオーディオのソフトとスーパーオーディオ
CD のソフトも買ったろうと思って、この次 HMV 寄ったのさ。そしたらあの広い店内20枚ぐらいしかねえのな。もうなんか、すいませんよ、細かいことは知りませんけど、匂いとしてはね、匂いとしては、売り場面積の匂いとしては、バーチャルボーイがあんな感じだったなっていう、任天堂から鳴り物入りでバーチャルボーイ来てソフトがバーン出たよって言ってみたら、街かなっていう感じのこうスペースになってるんですよ。スーパーオーディオ CD に関して最近出た企画だろ、これから出てくるのか知らないけど、スーパーオーディオ CD の企画もなんか HMV の人、すいません、スーパーオーディオ CD の売り場どこで使って、ああ、ソニーから金出てるんですかね、お取り寄せですね、バンダイから昔ピピンアットマークっていうゲーム機が出たんだよね、その時のピピンのソフトもお取り寄せですと言われたなみたいな感じで、まあ家帰りまして、家帰って気づいたことがあります。その日僕が結局 DVD 売り場でいろいろ買ってきた DVD の一つがですね、擬態する昆虫たちっていうですね、葉っぱそっくりみたいな昆虫とかの、まあ、プログレッシブ再生ですよ。葉っぱそっくりの昆虫をマレーシアに見に行くって、マレーシアのジャングルを旅しながら、このこんなに葉っぱに似てるのがいるとか、でっかい七不思議がいるっていうのが一個、それともう一個は、生き物世界機構 NHK のあれの DVD で鮭1万匹大遡上っていうもう紅鮭をものすごい量川を上がってくる、これもねあれだと思うんですよね、あのね、古いな、僕の見なんかちょっとそうプログレッシブな DVD になっちゃったんで、もうそういう言い方しちゃうと、まあちょっとなんか、あ、嫌なタレントって嫌だなって感じになっちゃうかもしれないんだけれども、まあ、皆さんの家なんかはまあいまだにあの8ミリ映画のフィルムを多分見てらっしゃると思うんですよ、おそらくこうあの動くやつっていうことだと、もしくはあのお父さんの描いたパラパラ漫画を見るのが唯一動くメディアだと思うんですけれども、もう一一匹一匹の鮭が、紅鮭の紅はより紅にね、ね、もうあのイクラの引いている糸もより鮮明に見える感じで、もうこれもお楽しみいただけるやつと、あと、プロジェクト X と、買ったんですよ。トイレで気づいたんですけど、サラウンド必要なし、全くサラウンド効果を得る必要がないものばかり買われてるわけですよ。これがもう今なんかだけどさ、サラウンド効果がよく感じられる DVD の映画って何かなみたいな、何ですかねみたいな話聞くとさ、結局ターミネーター2とかさ、結局こう何スターウォーズとかになっちゃうでしょ、ちょっと見ねえんだよね、全然見ねえんだよね。でだってでも最終的にサラウンド効果を感じたのは、あの前にリスナーの人から送ってもらったエロビデオがあって、エロ DVD があって、でそれを無理やりホールサラウンドっていうのにして、うわこいつものすごい広い部屋でもだえてるっていうそういう感じするぐらいで、あと何にも使いもんない。擬態する昆虫本当に面白かった、びっくりするよ。七不思っているじゃんか、あの木にたかって木の棒そっくりな木の小枝、日本の七不思は小枝そっくりじゃないですか、小枝って本当にリアルに小枝のこと言ってるんで、十和田さん怒んないでくださいよ、普通の小枝のことですからね、その枝みたいになってるじゃないですか、野郎ですよ、野郎です、七不思っていうのは野郎です、七不思とは野郎なんですけど、あいつのな、マレーシア、あの七不思のメジャーリーグはマレーシアらしいんだけど、マレーシアの七不思な、なんかこどこに隠れているかわかりますかとかっていうの映像が、そうするとこうゆっくり寄ってくじゃんか、そうするとあの先っぽんどもの Y の字に分かれてる時のあのちっちゃい Y 七不思バレてんだよお前みたいな、ねお前いくらそっくりしたつもりでも全バレバレと思いながらやってた、寄ってってんのが割とメインの方の幹に近いところ寄ってくるそれでそのガッて寄ったところで子供がその七不思取ったら棒だよもう棒40何センチとかあるらしいんで、七不思40何センチって、あんたさこれあの500ミリのペットボトル、ちっちゃい方のペットボトルでこれ縦25センチぐらいでしょ、これ多分これ2個だよ、2個で、まあ細さの方は細いけど棒だってそんなの
オープニングじゃないけど二宮金次郎全部背負ってるやつがあのマレーシアの大七節だった時、金次郎家帰って怒られんだろうな、巻き持ってこいったら ないじゃねえかなんて、うわ怖え天井にいんだみんな、うわやだもうすげえやだ、もうびっくり。だってマレーシアのな昆虫のすごいところはな、マレーシアとか今日の海外の昆虫すげえなと思うのは、あれもはやさ、例えばこう自分たちが街を歩いてて肩のところにカナブンが止まったらなんか鬱陶しいでしょ、重いと思うなんかこうずしっていう携帯よりちょっと重いぐらいの重さ絶対あんだろあいつら。それがもう1時間数十分にわたって次から次へと、もうこっち側からお迎えに行ってたもんね、ここにも何かが潜んでいるかもしれませんなんつって、落ち葉のやついっぱいこう落ち葉がずらっといないよいねえでもテレビの前でいない、これは落ち葉、これは落ち葉、まあ、ありえないありえない、うわいたこれガナのガナのこれ、これぐらいやるとね倍ぐらい楽しめるよ、あの一人でやってるのすごい寂しいんだけれども3倍ぐらい楽しめるよ。さあこちらは少し朽ちたなんとかの白い木の肌が見えています、ここにも注目してみましょう。まあだってこれはだって木の柄が複雑で似せることが自然だ不可能だもん、どう考えたってずっとここにいるしかないじゃんそんな、だって木がもう変な白い上に横こう引っかいたボロってなった跡とかもあるし、あと腐ってるとこもあるから、これにマジでなんとか髪切り、これはこんなこと一日ずっと家でやってたけど、もうこれが楽しいのなんのなんですよ、もうなんかねそっくり度合いが高 G 級、全然日本のそっくりはもう全然ね、あのあれですよ、あのどっちかっていうとあのなんだろうな、ショーパブ系のツンツクあたりの言い方なんだけれども、あの全然高 G クラス入ってるやつでいっぱいいて、酒もすごかった、我先にだからね、その地方ではネイティブアメリカンの人以外はもう取ったらいけないっていう決まりで保護してるんだけど、保護しすぎねえもうしすぎ、皮開けんじゃねえのっていうぐらい、あの紅酒上がってきたりするの見れっかね、まだ見てないやつもいくつかありますけどね、あのねまだ見てないやつはねすげえのいいんだから、あのねペンギンコロニーっていうのまたサラウンド全然関係ないんだけど、このさ何を見たらサラウンド一番効果的なのか全然未だに分かんないんですけどね、スターウォーズとかなのかな、あの後ろから聞こえるみたいなのが味わいたいんですけどね、うち本当にそういうのないんだよね、もうオースティンパワーズとか見ましたけど、オースティンパワーズとかもうどっちかっていうとサラウンドっていうよりもどれだけチンコをうまく隠してるかっていうところだったりするでしょ、なんかね今のところね、ああれそれからゲームつないだ、ゲームをプレステをつないで、でそのサラウンドのその重低音のスーパーウーハーとか結構でかいボリュームにしてて、でほら要はあの分かりませんけど、そのスーパーウーハー重低音増幅装置自体は要はこれ調節つまみがあって、これぐらいのこの低い音のところにうまく大きくしてくださいねみたいなのがついてるわけですよ、割と全体的にズンズン言わせなくていいから、もう本当に低い音をズンズン言わせてくださいねダイヤルみたいなのと、もう一個はその大きくする加減をどれぐらいにするみたいな、いわゆるボリュームの2つがついてて、これじゃあもうすっごいめちゃめちゃ低い音が出た時だけズーンときたらいいやと思って、結構その思いっきり低い音の時だけみたいなのやって、ボリュームドーンでかくして、それでパワープロやったわけですよ、パワープロやってたらまあまあ普通よりちょっと音がいいぐらいですわね、そんなもんね、別にパワープロぐらいやったら、ところが俺がサクセスモードをやって自分の選手育てて、爆弾肩の爆弾が爆発した時の音、家族全員降りてくるような音するんで、普通にカキンカキンとか高い音だから別に普通あのカキンカキンなんだけど、俺なんか練習失敗して肩のまず骨が折れた時ポキーン、おお俺折れたんじゃねえのみたいな飛び上がるぐらいの音、その四方八方から四方八方から家中折れたんじゃねえかみたいな音、犬は騒ぎ出すぐらいの音してて、あれは勝って正解あれは大変勝って正解、ベタで買おう、なんかマトリックスとかああいうの買うといいんでしょきっと、ベタなベタな、あとスピルバーグ系でしょきっと、スピルバーグ系のベタなやつとかがきっと回ると思うんで、ちょっと、ま、回してみます。